本日は移動中の演出を担う列車内からのスタート。漫画やアニメでしか見たことのなかった仮想現実、その世界をリアルに体験できる超大型 SNS VR チャットの世界にようこそ。おやおや、この声は。はい、どうもこんにちは、すみのです。いやー、どうもどうも。今回は初めてこんな感じでぶらり旅をさせていただくことになりました。今日はよろしくお願いします。いえいえ、こちらこそ。さてさて、今日は一体どこへ連れてってくれるんですか？そうだな。じゃあ今日は幻想的で綺麗なワールドに行ってみたいと思います。楽しみですね。じゃあ早速行ってみよう。ぶらり VR チャットの旅、一体どんなワールドが待っているのでしょうか。バーチャル山手線に揺られながらたどり着いたのは、はい、ということでやってきました。ここは、ここは弥生サマーナイツ。いやー、綺麗ですね。幻想的な雰囲気とどこか懐かしくて心地よい、そんなワールドなんだよ。とっても綺麗なのはもちろんなんだけど、ここにはさらにいいポイントがあって。何でしょう。ペンが常備されてるんです。わー、そうなんですね。無言前の人でもペンを使った筆談とかイラストを描いてコミュニケーションを取れるから地味に嬉しいんだよね。じゃあそろそろ外の方に行ってみようか。え？水ですよ。濡れちゃったりとかして大丈夫なんですか？バーチャルウォーターだから大丈夫だよ。バーチャルの世界は何でもありなんですね。そしたらじゃあこの建物の上に行ってみようか。お部屋から降りて水の中をかき分けてぶらり旅、横にある階段を上って屋根を目指すレコナさん。ここにはワープゾーンがあって、後ろに見えるビルの屋上にワープすることができるんだよ。そうなんですか。じゃあ実際に行ってみよう。よいしょっと、ほら、つながってるでしょ。確かに。で、ここ気合で登って見ると、ここから見える景色はこの世界を見渡せるすっごいいい場所なんだよ。それと、あの鳥居の向こうに行ってみるとすっごい不思議なことが起こるんだよ。どうなるんです？実際に行ってみよう。それ。鳥居を越えると光に包まれて神の領域みたいなのをすっごい体験できる。わはーい、これはこれはとっても幻想的ですね。ということで、ブラリ VR チャットの旅第1回はここ弥生サマーナイツでした。このワールドには日本が好きで落ち着いた雰囲気が好きな人が集まりやすいので、パブリックでも自然な交流ができたりします。ペンもありますので、おしゃべりが苦手な方でもお気軽に交流できちゃいますね。そうそう、何より景色がとっても綺麗なので、一人でもぼーっと何時間でも入れちゃうんですよね。さて、私はもうしばらくこの雰囲気に浸っていこうかな。幻想的でどこか懐かしい弥生サマーナイツ、さあ皆様も癒し空間を求めてぶらり旅。